警察官が、おい待たんぞ開けんか、まあね、それ聞いた瞬間ち、はぁ、あ、ダメだな。九州のね、福岡県浅倉市で、六代目山口組系の一同会、本部事務所の捜査員約20人の体制でね、ガサ入れした時にね、ドアを開けないからって言ってね。 出てこーまいってい。いやあの、わかりますけど、この時代、それはやめた方がいいと思うんですよ。私、警察批判をするわけじゃないですけど、あの状況を見て、福岡県警に、この、就職したいというかね、あの、若い、盾持ってる人たち、うわ、やめてよ、おっさんっていうような、恥ずかしいって思うような気がするんですよね。一応、反射といえども、統制は取れてる、上下関係があって、 多分、伺いは立ててると思うんですよ。こう傘が来てますけどどうしましょう。では、開けるわけないっていう話でこういう風になってると思うんですけど、ご本人たちも例えば上の人の指示がなければ勝手に逮捕したり、勝手に捜索はできないわけじゃないですか。それと一緒で少しぐらい開けれないわけがないんで、 最終的にはもうぶち破って開けちゃえばいいわけだから、まあ、あんなガチャガチャガチャってやって、おいとか言って、やらない方がいいと思うんですよね。いや、都道府県によってね、違いますから、警察っていうのは、県単位、都道府県単位のね、あれなんでね、それぞれのね、県警、警視庁、府警からはあると思いますけど、おそらく警視庁の人たちやらないよね。やっぱり大阪とか、福岡とか、セリフって、 みたいになってるのかなうんなんか、あえて言っとかないといけないとか、やってますよアピールなのかなあれやったら多分、上の人からよし、いいかましだったぞとか、もうちょっとこう、あれが言ったから開けたんだなとかって言われるのかなだけど、部下の人たちも、俺あれやらなあかんのとか、 思わないかなあれ、やりたいかなだから、で、あれやりたいなら、素直に開けちゃいけないっていうことは、ま、ちょっと俺はこう言うまで開けるなよとかってあるのかなすごくね、疑問に思うっていうか、不思議に思うっていうか、あれは、やっぱり、青少年に対して良くはないですよね、あれって。ああいう言い方は。もうちょっと開けなさいとか、やっぱり、普通に、君たち開けなさいとか、えー、こちらから、これ以上時間がかかると、強行突破しますよとか、 こんなことをしてても、ね、ダメだと。お父さん、お母さんは泣いているぞとか、とか。<laughs> 昔そういう風だったよね。人、人、人質の人は。ほんでお母さん連れてきちゃうんだ。な、もう。なになに、太郎。 やめなさい、もう。もう警察ということして、皆さんに迷惑をかけて。うん、そういうようなことがありました。今じゃ考えられません。昔本当そうだったんですよ。立てこもり派のとかの親族連れてきてね。なんかそんな子供まで連れてきたりなんか、お父ちゃんもうやめてよ、みたいな。だけど、どうなんだろう、あれ。まあ、どれぐらいの時間があったかわからないですよ。あれで2時間ぐらいやってるような、んかブチ切れるのも分かりますけどね。<laughs> テレビだと、あれぐらいになっちゃうんで、でも本当に2時間ぐらいずっと、最初はすごい優しかったのかもしれないですね。ね、もしかしたらピンポンってあげなさい、ってガサ入れだよ、みたいな。ね、いう風だったのかもしれないよ。それをずっと無視してたから怒ったのかな、あの人。なんかね、あんまりね、精神的な、こう、精神衛生上良くない。あんまり怒ってばっかり良くない。血圧もね、上がるしうもうだって、犯人逮捕じゃないもんな。ガサ入れだもんな。で、今、ある組の事務所の人たち、 逮捕するわけじゃないからであんなしあれは別にその福岡県では当たり前なのかな普通なのかなだからそれだったらごめんなさいね。なんかそういうふうに、あの、思っちゃって。私なんかだっちょっと怖いな。あんなんだったら逆に開けたくないなって。思いませんだって。あんな言われたら開けようと思ったのにってなりませんかだってそんな。本当に大丈夫っていう。なんかむちゃくちゃされるんじゃないですかって思っちゃうのは私だけでしょうか。